1969年のアポロ11号月面着陸で人類は初めて月に足跡を残した。しかしあれから50年以上の時が流れた今でも、この地球上には人類が決して立ち入ることができない場所がいくつも存在している。果たして我々が決して見ることができない世界の立ち入り禁止区域とは。はい、どうもアルコメトリーのケンちゃんです。どうもカルロス・ゴーンです。もうレバノンに帰ってもらっていいよお前。今回は世界の立ち入り禁止区域スリーズです。スリーズ、まあ、過去にもね、まあ、様々な立ち入り禁止区域を紹介してきたんですが、今日はね、さらにヤバい立ち入り禁止区域がね、あるんですよ。普通にやってくんない？ちょっと待って。我々が決して立ち入ることができない立ち入り禁止区域、立ち入り禁止に隠された本当の真実とは。カラチャイコ、ロシア連邦カラチャイチェルキス共和国にあるカラチャイ湖。写真を見ていただいてもわかるように非常に美しい湖なんです。このように一見美しく、皆さんも一度は行ってみたくなるような場所だと思うんですけど、もう行っておきます。もうね、絶対行ってはいけません。もう非常に危険です。もう一度言います、非常に危険です。どれだけ危険なのかわかりやすく説明すると、1時間滞在するだけで死んでしまうんです。そのためこのカラチャイ湖は死の湖と言われ、現地の人たちから大変恐れられているんです。俺現地の人じゃなくてよかった。では一体なぜ1時間いるだけで死んでしまうのでしょうか。その原因は放射能汚染。この湖にたった1時間いるだけで致死量をはるかに超える 6000mミリシーベルトもの放射線を浴びてしまうんです。ちなみに 1000mミリシーベルトを浴びると吐き気などを発症、 3000mミリシーベルトでは 50% もの確率で死に至るそうで、この 6000mミリシーベルトはかなり強力な放射能だと言えるんです。ではなぜこんなにも強烈な放射能汚染がカラチャイ湖にはあるのでしょうか。かつてこのカラチャイ湖のほとりにはマヤークというソビエト連邦の核技術施設があったんです。当時のソビエト連邦では放射能の危険性が十分に認知されておらず、放射性廃棄物の扱いも今日では考えられないほどにお粗末なものだったんです。マヤークで発生した放射性廃棄物も例外ではなく、なんと付近に流れるテチャ川やカラチャイ湖に普通に廃棄していたというのです。バチクソやべえな。さらに後にキシュテム事故と呼ばれる爆発事故によって汚染が進み、現在のカラチャイ湖となったというんです。カラチャイ湖の汚染は当時周辺に住んでいた人々に当然ながら健康被害を与えたほか、1967年に発生した干ばつで湖底が干上がった際には砂や泥が飛散し、広範囲を汚染したというんです。そのためソビエト連邦はマヤークで発生した放射能汚染は長らく極秘にしていたんです。しかし1976年、ソビエト連邦を亡命した科学者ジョレス・A・メドベージェフが告発。1989年にソ連の行った情報公開で正式に明らかになったんです。後にこの事故はウラル核惨事と呼ばれることになったんです。今日ではカラチャイ湖は調査が進み、高濃度の放射能汚染や生物の危険などが確認されたことから世界一汚染された地域に認定されています。さらに湖面はセメントで固められ完全に封鎖されているんです。それでも放射能汚染が消えたわけでもなく、絶対に足を踏み入れてはいけない場所に変わりはないんです。はい、続いてもね、ロシアのね、立ち入り禁止区域いきますよ。ロシア多いわね。恐ろしいや。メジゴーリエ。メジゴーリエはロシア連邦に属する都市で、ウラル山脈の南端に位置しています。人口はおよそ1万8000人の小さな町なんですが、実はこの町は1994年まで地図上に存在していなかったんです。では一体なぜ地図上に存在していなかったのか。その答えは第二次世界大戦後まで遡るんです。1940年代の終わり、当時のソビエト連邦は核兵器の開発計画をはじめ、原子炉や原子爆弾の原料の生産工場、研究施設などを新しい都市とともに次々に作っていったんです。それら研究施設や工場を有する都市は閉鎖行政領域帯と呼ばれ、様々な暗号名で呼ばれていたそうなんです。暗号名の命名には周辺都市に数字を足した呼び名が通例だったことから、このメジゴーリエは当時ベロレック15、16と呼ばれていたそうなんです。こうして暗号名のついた閉鎖都市は決して地図に載ることはありませんでした。またこの閉鎖都市へ入ることは許可証を持った限られた人間しか許されるものではなかったというんです。閉鎖都市の多くは最初は核兵器の開発のための都市しかなかったそうなんです。ですが次第に軍事力の向上や国防、そして宇宙開発を目的にした閉鎖都市が数多く作られるようになり、最終的には200万人もの人がそういった研究施設や工場を有する閉鎖都市に暮らしていたと言われているんです。
時は流れ、終戦を迎え、アメリカとの冷戦も休戦。さらにソビエト連邦崩壊に伴い、それらの閉鎖都市の多くは解放されていき、正式な都市名が付けられることとなりました。しかし全ての都市が解放されたわけではなく、現在も暗号名のままとなった閉鎖都市は数多く確認されているそうで、少なくとも42、さらに未確認のものは15以上あると考えられているんです。このメジゴリエもそういった閉鎖された地図上には決して乗らない都市だったんですが、1992年にアメリカ政府が衛星で発見したことをきっかけに、その存在が明らかになったんです。ここメジゴリエが非常用の食料品貯蔵庫なのか、放射能物質の廃棄場なのか、それとも巨大な地下労働施設だったのか、どんな施設を持つ都市なのか、諸説あるんですが、ロシア連邦はこの町に何があるか一切公表していないんです。いやもうね、ソビエト連邦の頃っていうのは地図上にも載らない本当に恐ろしい都市みたいなのが隠されてたっつうことっすよね。ありそうよね、ありそうな話でも本当に、うん、ロシアって感じだね。ポベリア島。ポベリア島は水の都として知られるイタリア、ベネチアの市街地近くに浮かぶ小さな無人島です。陽気なイメージのあるイタリアにもかかわらず、この島は数々の悲劇の舞台となり、悲しい歴史を繰り返してきたんです。そのためイタリアの人たちからは呪われた島、地獄など非常に恐ろしい名前で呼ばれているんです。それだけではありません。このポベリア島はこんな不名誉な称号も与えられているんです。それは地球上で最も心霊現象に襲われる島。現在はイタリア政府によって中へ入ることは一切禁止されているそうなんです。まさに一般人には入れない立ち入り禁止区域なんです。では一体なぜこのポベリア島が世界で一番心霊現象に襲われる島になってしまったのでしょうか。この島が呪われるに至る経緯は14世紀にまで遡ります。以前公開した過去に人類を絶滅寸前まで陥れたウイルスに関してまとめた動画をご覧になった方はお分かりいただけると思うんですが、当時のイタリア、ベネチアでは疫病のペストが大流行していたんです。疫病であるペストの感染者は死者であろうと生存者であろうと隔離が基本。そして当時隔離病棟にポベリア島が使われていたんです。隔離といっても今とは違い進んだ医療器具もないため、完全放置状態であったのは想像に難くなく、一度隔離されてしまえば二度と生きては帰れない死の島だったんです。そして驚くべきはこのポベリア島への隔離が行われた期間なんです。その期間なんと445年間。ペスト流行が始まった1348年から1793年まで続けられたんです。長すぎだろ。その間一体どれくらいの人々がここで命尽きたのでしょうか。想像するだけでも恐ろしいですよね。そのため地元の人たちからは島の土壌の半分以上が死者の灰でできていると言われていて、島には決して近づこうとしないそうなんです。さらにこの島の悲劇は続きます。20世紀初頭には隔離精神病棟も建てられ、精神に異常をきたした患者を隔離幽閉する施設として使われ始めていたんです。するとこの精神病棟で悪い噂がいくつも立ち始めたんです。医者が自身の欲のために患者に非人道的な人体実験を行ったとか、霊に取り憑かれた患者が自殺をした、いや狂った医者が患者を拷問したなどなど、これらの噂はすぐに広がり、精神病棟は1968年に閉鎖に追い込まれたそうなんです。こうした歴史のためなのか、この島では不思議な体験をする者や幽霊の目撃談などの報告が多数あり、世界で最も心霊現象に襲われる島の一つとして知られるようになったんです。幽霊なんて怖いわよ本当に。いやもうね、イタリアはですね、うん、今もねこの地域をね、うん、立ち入り禁止区域として隔離措置を取っているんです。でもなんかそんなこと言わずに、ちゃんと面倒見たりや。スバールバル世界種子貯蔵庫。皆さんは旧約聖書に記されているノアの箱舟という伝説をご存知でしょうか。地上のすべてが飲み込まれる大洪水に備え、すべての動物のつがいを巨大な箱舟に乗せて救うこの伝説。そして現代のノアの箱舟ともいえる施設が最後に紹介するこちら、スバールバル世界種子貯蔵庫です。スバールバル世界種子貯蔵庫は言いづらいな、正式名称を、あらゆる危機に耐えうるように設計された終末の日に備える北極種子貯蔵庫というのだそうです。長えな。場所は北極圏にあるノルウェー領スバールバル諸島の最大の島であるスピッツベルゲン島にあるんです。デンマークの学者であるベント・スコーマンが提唱し、あのマイクロソフト創業者として有名なビル・ゲイツの主導によって2008年から創業を開始しました。大規模な災害や気候変動、核戦争などに備えて世界中の種子、特に原種や貴重種を保存しており、施設には300万種類以上保存できる準備がされていて、実際に88万種以上の種子サンプルがすでに保存されているんです。この施設
は基本的に無人で高度なセキュリティによって守られており、来訪者や種子が登録される時以外は固く閉ざされていて立ち入ることはできないんです。近年では地球温暖化による海水面の上昇が想定外の速度で進んだため緊急の工事が行われたんです。ちなみにこの施設は日本人の田辺光明氏によってデザインされたんです。いやまさかこんな SF みたいな施設がすでに登場していたなんて非常に驚きっすよね。チャンネル登録と高評価よろしくね。